まともじゃない、ドン引きするほど偏食が過ぎる芸能人、有名人トップ13、タレントやスポーツ選手は体が資本であるため、近年では食事やトレーニングなどの健康管理を徹底している芸能人が多く見受けられます。しかしその一方で、毎日同じものばかりを食べたり、スナック菓子を主食にする極度の偏食で知られる芸能人も多数存在します。果たして偏食を続ける彼らの健康状態は問題ないのでしょうか。今回はドン引きするほど偏食が過ぎる芸能人、有名人を衝撃度順でご紹介します。第13位、イチロー。元メジャーリーガーのイチロー選手は、現役時代に毎日カレーを食べていたという都市伝説が有名で、それは試合で活躍するためのルーティンとして美談にされていますが、実際は野菜があまり好きではなく、好きなものを優先した結果、野菜をほとんど取らない食事になったと明かしているため、ルーティン以前に偏食家であることが明らかになっています。独身時代からいつも行きつけの焼肉店でお肉ばかり食べ続けたり、またメジャーに行ってからもアメリカの外食チェーンカリフォルニアピザキッチンでピザを食べ続けるなど、極度の偏食っぷりを見せています。そんなイチロー選手は偏食であることについて、好きなものを食べられないことで別の病気になるんじゃないかと科学的根拠のない持論を展開しています。もっとも結婚してからは奥様の由美子夫人がスポーツ栄養学を学んだことで、徐々に野菜嫌いを克服していき、引退前の2017年には、野菜も食べなさいと自虐的なフレーズがプリントされた T シャツを着ている姿が激写されて話題になりました。ファンの間ではイチロー選手の偏食を美化する傾向にありますが、専門家は過度な肉食は動脈硬化の原因となると警鐘を鳴らした上で、イチローさんの場合は奥様が栄養管理を徹底しているため、偏食というのは半分本当で半分嘘だと指摘しています。第12位、本郷奏太。俳優の本郷奏太さんは、ファンの間でも不健康なイメージが定着しているほど華奢で正気のない雰囲気をまとっていますが、実際に食事への興味が薄く、好物のグミとポテトチップスばかりを好んで食べ、自宅には200種類くらいのお菓子がストックしてあると明かしています。もっとも当人はグミとポテチしか食べないわけないでしょ、死んじゃうからお食事もちゃんと食べてますと否定しているものの、偏食家なのは事実で、共演者に対してご飯を食べなくて済むなら一生食べたくないと語ったり、食事は異物を体内に取り入れる行為という持論も展開しています。本郷さんが食事を苦手だと感じる理由の一つは潔癖症で、友人を部屋に招く際には玄関で着替えさせたり、キスはバクテリアを交換する行為と考えるなど、重度の潔癖症であるため、食材を手で混ぜるハンバーグのような食べ物が一番苦手だと語っています。こうした本郷さんの偏食や潔癖ぶりに、ネット上では、痩せてるから食が細いイメージはあったけど、これはさすがに異常、俳優なんだから健康管理はしっかりした方がいい、周りに迷惑かけたらどうすんだろうなどの驚きの声が多数寄せられています。第11位、志田未来。女優の志田未来さんは、大豆を潰すところから味噌汁を作ったことがあると得意げに語るなど、芸能界きっての料理好きで知られる一方で、過去にはテレビ番組で最強食わず嫌い王として紹介され、事前の番組アンケートでは、お好み焼きはキャベツやソースが嫌い、グラタンは牛乳が入っているから嫌い、ハンバーグは玉ねぎが入ってるから嫌いなどの激しい偏食ぶりが明らかになりました。番組の企画でラーメン屋に訪れると、チャーシュー、キクラゲ、メンマ、白いネギを小皿に避けて食べ、別の店に行っても白い長いネギはダメなんですよ、ちょっとアサリダメですね、貝全般ダメですと、次から次へと苦手な食べ物が飛び出して共演者を驚かせていました。また2016年に登壇した舞台挨拶では、共演者の鈴木杏さんから、未来ちゃんにこれは食べられる野菜だよってしれっと置いておくんですけど、全く箸はつけてもらえずそのままなので、一日で私の心は折れて一人で食べてましたと暴露されていました。こうした志田さんの偏食っぷりを受けて、ネット上では、これってただわがままなだけでは、こういう人と一緒に食事するのは苦痛だろうな、このくらいの年齢なら親が悪いね、ちょっとかわいそうなどの批判の声が多数寄せられました。第10位、内村航平。元体操競技選手の内村航平さんは、2008年に北京オリンピックに出場した際、選手村でチョコレートプリンやビッグマックばかり食べる偏食っぷりで、
他にも軽食としてブラックサンダー40個を日本から持参して話題になりました。出発前の会見ではメダルへの秘策を聞かれると、自分の好きなものを食べていい気分でやりたい、チョコが大好き、試合中にも食べますよと語り、アスリートにもかかわらず栄養バランスを無視していることが明らかになりました。また2017年にアナザースカイに出演した際には、競技で自分の体を宙に浮かすには食べたら重みになるため、基本的には夜に1食しか食べないと語った上で、その後夜になると 600g の T-ボーンステーキを前に、これじゃ足りないなと発言していました。そんな内村さんは過去にオリンピックで7つのメダルを獲得しているため、アスリートとしては偏食が全く影響していない様子ですが、私生活では奥様の手料理を食べずに自分だけ Uber Eats を注文するモラハラ言動が原因で離婚の危機にあると報じられるなど、偏食がトラブルに発展しています。この報道を受けてネット上では、内村航平の嫁かわいそすぎる、事実なら手作り料理ぶん投げてやりたい、などの批判の声が寄せられています。第9位、山村もみじ。女優の山村もみじさんは2時間サスペンスの裏女王の異名を持つ大物女優ですが、私生活では固形物が苦手で、味噌汁やジュースなどの液体が中心の食生活を送る偏食家としても知られています。固形物を食べない理由として、山村さんは硬いものを食べるとよく舌を噛んだり、唇を噛んで血が出たり、歯が欠けたりするため、もしそれで収録に迷惑をかけたら申し訳ないので、前日から基本的に液体か流動食しか食べないと明かした上で、そもそも食べ物を噛むのが面倒くさいと語っています。そのため週に一度高級ホテルの朝食バイキングに行く際には、野菜ジュースやヨーグルト、牛乳、お茶、アイスレモンティー、味噌汁、コーンスープ、カフェオレなどの総量3リットルに及ぶ20種類以上の液体を飲むと明かしています。そんな山村さんの偏食を改善すべく、テレビ番組で硬い食べ物を試食する企画を行いましたが、チョコ入りスコーンも節分の豆もとんかつもハードルが高く、すべてミキサーにかけて液体にして飲む結果となり、共演者からは気持ち悪いとのコメントが上がりました。第8位、森泉。モデルの森泉さんはパリの社交界デビューを果たすなど、正真正銘のセレブとして知られていますが、セレブゆえの偏食っぷりが注目を集めており、毎日 30g で9万8000円のキャビア1瓶を食べ、ポテトチップスやインスタント焼きそばの上にトッピングして食べることもあると公言しています。その他にも 250ml で7560円する白トリュフのオリーブオイルを白ご飯にかけて食べたり、納豆にマヨネーズを大量にかけた上で粘りをなくすために熱湯を投入するなど、いびつな食事をテレビ番組で披露しています。森さんの偏食っぷりを受けてネット上では、1瓶9万8000円のキャビアを毎日食べたら1ヶ月で300万円、自分の家以外ではやっちゃダメ、下品、お行儀悪い、などのコメントが上がっています。森さん本人は今の体調は問題ないと語っているものの、専門家によるとキャビアのような魚卵の過剰摂取は尿酸値が上がり痛風になる可能性があると警告を出しており、またしょっぱい味で食感を楽しむ食べ物を好む人はかなりストレスが溜まっている証拠だと指摘しています。第7位、西川貴教。 TM レボリューションの西川貴教さんは、若い頃はパフォーマンスの質が上がるという理由で1日1食の生活を送っていましたが、ツアー中に脱水症状を起こしたことをきっかけにスポーツジムに通い出し、近年では肉体の美を競うベストボディジャパンで2度優勝するほど絞り上げた肉体に定評がありますが、その一方で肉体美を作り上げるために大会前にはゆで卵を1日に40個も食べると公言するほど偏食であることで知られています。1日6回に分けて塩をつけない白身の部分だけを6個ずつ食べ、もはや食べることに関して感情はゼロで、自らを卵を食べるだけの機械だと語っています。大会出場時には体脂肪率を 4% まで落とす必要があるため、低カロリー高タンパクなゆで卵の他に鶏胸肉、ささみ、白身魚だけでは飽き足らず、油がない肉を探してカンガルー肉にも手を出したとストイックな食生活を明かしています。実際にゆで卵のタンパク質は筋肉を作る上で効果的ではあるものの、専門家によると西川さんのように1日に40個も食べるとプリン体や動物性脂肪の過剰摂取により痛風や動脈硬化を引き起こす可能性があると警鐘を鳴らしています。第6位、大沢たかお。
俳優の大沢たかおさんは肉の卸業者と直接取引するほど肉へのこだわりが強く、朝から300から400グラムの肉を食べ、家でゆっくりできる日は1日3食ステーキをとっており、その一方で野菜は食べると顔が青くなるくらい苦手と公言するほど偏食であることで知られています。そんな自身の偏食について大沢さんは、自分は野菜を食べないけど牛は野菜を食べるから、牛を食べたら野菜を食べているのと一緒という妙な持論を展開した上で、ライオンなどの肉食の動物は野菜を食べないから自分も大丈夫だと語っています。またタルタルソースが異常に好きなことでも知られており、エビフライはタルタルソースを食べるための棒と極端な発言もしています。こうした偏食っぷりに女性がついていけないことを本人も認めており、過去に報道された有名女優とは偏食が原因で破局したのではないかと指摘されるほどです。ただ海外に行った際にすごく美味しいタコスに出会ったことで、タコスに入っている野菜はかろうじて食べていることが明らかになっています。第5位、キャリーパミパミ。歌手のキャリーパミパミさんは自身の X でたびたび野菜嫌いを投稿するほど偏食であることで知られており、トマトともやし以外の野菜は食べられず、実際に X に理想の焼きそばキャリースペシャルと題して、お肉とウィンナーともやしのみがトッピングされた焼きそばの写真を投稿し、野菜そんなのいらねえ、うせろと野菜ヘイトのツイートをしていました。その他にもセロリを食べた際には、何あれ花じゃんと文句をこぼし、おでんにハマっていた時期には、許せねえ、大根が固くてめっちゃ大根の味がする、半生許せねえと怒りを爆発させ、また店で食べたというネギ抜きラーメンの画像も公開していました。このような極度の野菜嫌いで偏食であるため、若い頃はマシュマロばかりを食べていたと明かしていますが、23歳になったタイミングで健康に気を使うようになり、野菜たっぷりのキムチ鍋の動画などを X に投稿すると、ファンからは野菜が多くてびっくりしたなどの驚きの声が多数寄せられました。第4位、遠野凪子。女優の遠野凪子さんは結婚や離婚を繰り返すなど過去の恋愛遍歴から精神的に不安定なイメージがありますが、実際に摂食障害を患っているため偏食であることを公言しています。近年もスナック菓子のドリトスの写真をインスタに投稿し、お菓子は美味しいけどご飯じゃない、でも脳も体も言うことを聞いてくれないと偏食が再発したことを報告していました。また偏食だけでなくアルコール依存症であることも発覚しており、仕事が終わると朝晩関係なくマネージャーにビールとチューハイを買いに行かせて車の中で飲み、休日はほぼ一日中飲んでいるといいます。しかもつまみなしですきっぱらで飲むのが好きで、飲むと毎晩記憶がなくなって知らぬ間に骨折していることが何度もあると明かしています。偏食を伴う摂食障害を患った原因について遠野さんは、幼い頃から母親に虐待やネグレクトを受けており、思春期で体が丸みを帯びてきた時期に母親から吐いたら痩せると指示されたことで食べては吐いてを繰り返し、その精神的ダメージが現在も摂食障害や偏食を引き起こしていると語っています。第3位、古市憲寿。社会学者の古市憲寿さんはテレビ番組での偏屈な発言が特徴的ですが、偏っているのは発言だけでなく食事もそうで、基本的に家にはチョコと水しか置いておらず、朝チョコ、昼チョコ、夜チョコ、夜中チョコの偏食であることを公言しています。偏食になった理由について古市さんは、幼い頃から個人主義的な雰囲気の家庭で育ち、仲が悪かったわけではないものの、各人が別々のものを好きな時間に食べるのが常だったため、野菜が一通り食べられなくても注意されることはなく、一時期はステーキばかり食べていたこともありましたが、今はチョコ以外で糖質を取りたくないという理由でチョコばかり食べるようになったと明かしています。もっとも職業柄夕食は人と食べることが多いため、毎日チョコしか食べていないわけではないと説明しているものの、専門家によるとチョコに含まれるリンを必要以上に摂取すると血液中のカルシウムと結合して血管を石灰化させ、心不全や心筋梗塞などの病気を引き起こすため危険だと警鐘を鳴らしています。第2位、中田英寿。元プロサッカー選手の中田英寿さんはアジア史上最高のサッカー選手の一人とみなされているにもかかわらず、アスリートに必須な食事は偏食であることで知られており、実際に主食はポテトチップスで、ワールドカップ予選の海外遠征ではスーツケースに大量のお菓子を詰め込んでいることで話題になりました。
そんな中田さんは子供の頃から大の野菜嫌いで、すりつぶしたジャガイモとトマトソース以外は食べられず、その他の野菜が料理に溶け込んでいると匂いでわかるくらい敏感になり、ハンバーガーは必ず野菜抜きを注文し、バンズにケチャップを大量に塗って食べると明かしています。アスリートであるにもかかわらず野菜嫌いを克服しない理由については、野菜を食べて得られるものより嫌いなものを無理して食べるストレスの方が影響が大きいと語った上で、野菜が嫌いすぎて食べるとジンマシンが出ることがあるため、必要な栄養はサプリで摂取していると明かしています。もっとも引退後は日本酒や美食を紹介する会社の代表を務めており、未だに引き締まった肉体を維持しているため、偏食といえど自制心に関しては相当の努力をされている様子がうかがえます。第1位、あのちゃん。タレントのあのちゃんは令和の不思議ちゃんキャラでブレイクし、変わり者のイメージがありますが、実際に極度の偏食であることでも知られており、米、肉、魚が嫌いとほぼメインの食べ物が食べられないため、普段の食事はお菓子ともやしのみで、1ヶ月間毎日同じものを食べ続けることも珍しくないと公言しています。そんなあのちゃんの偏食は幼少期から始まり、当時から固形物がほぼ食べられなかったため、実家では毎日スープを食べており、その結果栄養が偏って爪がなくなることもあったと明かしています。そして現在も固形物を食べると疲れてしまうため、ゼリーやグミなどのお菓子を中心に食べ、毎日1日5個はアイスを食べているとも打ち明けています。しかし近年では除霊に連れて行かれた際に、除霊師から大地のものを食べないと3年後に死ぬよと言われ、さらに歯医者では米や魚、肉を食べないと歯がダメになると警告されたことで、徐々にメインの食事を摂取するように努力するようになったといい、実際に怖い板前さんの前でマグロを食べればまずい顔ができないという理由で、高級なお寿司屋さんに行くマグロチャレンジにトライしていると語っています。いかがでしたか。芸能界にはドン引きするほど偏食すぎる芸能人が多数存在しました。特にフィジカルが最重要であるアスリートの中にも偏食家がいて、それでも試合で結果を出しているため驚きです。もっとも若いうちは症状が現れなくても、年を重ねると甚大な健康被害につながる可能性があるため、長く活躍するためにも健康的な食事を心がけてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。